おはようございます。アイローゲイです。さあ、ということで、ワイプが来ました。まあ、正確に言ったら、マップワイプが来た感じですね。今回から、また新しくサバイバルの方を始めていきたいと思います。まあ、マップワイプが来たということで、一応レシピはですね、引き継がれているんで、まあ、必死こいて現物集めたり、スクラップ集めたりっていうのは、今回のシーズンではないですね。まあなので、一から始めていくわけなんですけども、まあその点に関しては気が楽かな。そして周り見てもらったらわかるんですが、マップワイプ来てからですね、もう4日5日経ってます。まあなので、拠点的な意味ではだいぶ遅れをとっててですね、資材も全くない状態なので、まあこれから頑張って奴隷をしていこうという感じなんですけれども、まあ、早速港だったり灯台、そして奥に油田がありますね。この灯台まず回ってみるか。マップワイプが2週間で来るサーバーを選んでるので、まあ言ってね、また今回もサバイバル長い間はできないんですけれども、荒箱開けて歯車いきなり出たね。まあ時間が許す限り楽しんでラストやっていこうかなと思います。なので今回はですね、まあ拠点立てるのと、それからですね、ワークベンチレベル2ぐらいまで作っちゃいたいなと思ってます。もうレシピがあるので、ワークベンチさえ作ってしまえば、もう拠点抜きとかもいけるんでね。火炎砲台、そして防護スーツ。いい感じにアイテム出てるね。さあ、ご飯を食べていって。うん。でもまあ、だいぶ日が暮れそうなので、そうだな、拠点建築のための資材は夜の間にね、取っておこうかなと思います。箱は湧いてないね。さあ、ということで、夜が明けてきました。まあ、夜の間に資材集めてたところ、イースターイベントなるものが来まして、なんかね、卵を時間内にすげえ拾うんすよね。そしてまあ拾った卵から、まあ、その卵をアップグレードしていって、アップグレードした卵を開けるとですね、資材だったり、エッグバスケットっていうのをね、手に入れました。イースターイベントって確かキリストの関連のやつだよな。ラストやってて過去にこんなイベントなかったんで、多分初めて来たやつだと思います。わかんない。もしかしたらあったのかもしれないけど。さあ、ということで石を集めて、今のところこう走ってきてみた感じ、あんまりでかい拠点はないんですよね。外壁で囲われてるみたいな拠点がなくて、まあ、レシピ引き継がれてるんですけれども、みんなこうゆったりやってんのかな。で、今回もですね、セーフゾーン近くに拠点を構えようかなと考えてます。奥に球体が見えるな。球体のあたりに拠点立ててもいいかもしれないですね。まあというのも結構スクラップが集まってくんで。そしてこの辺は洞窟がある。まずはセーフゾーン行って、取った部品系とかね、電気アイテム分解しようかな。あとね、銃声とかもあんまりしないんで、まあ、時間帯っていうのもあるんですけども、今あんま人がいないかな。だからこの間にね、すげえ進めておきたいんですけれども。この新しいアイテムのエッグバスケットって分解できんのかな？お、できた。金属片になった。まあ、多分何か使い道があるのかもしれないんですけども。分解しちゃいましたね。では、いつも通りですね、白石を木材に変えていきます。よし。そして、ワークベンチレベル1で工具棚だったり、建築計画書、ハンマー、そして板金の両開きのドアもクラフトするか。まあ、とりあえず少し資材も溜まってるので、1×2 ぐらいの拠点を建てに行こうかなと思います。この崖がめんどくさいね、セーフゾーンから出るとき。どの辺から建築可能エリアかっていうのも重要だよな、これ。あ、この辺は建築できるね。割と平地で球体も近いんで、この辺に建てようかなと思います。では、ここに建築していきます。さあ、強化していきまして、これ石足らないかも。足りねえな。板金の両開きつけましょう。最初は木材で強化。よし、工具棚置きまして、資材をね少しだけ入れておきましょう。そして今早急にすべきことは、この床のね木強化を石強化にすることっすね。ということで石を取りに行きましょう。多分ね、セーフゾーンの近くに石が結構湧いてたと思うんで、安全に石を取ろうということで、この近辺で石を取っていこう。
今んとこ拠点にスクラップが130近くあって、ワークベンチレベル2クラフトとなると残り、レベル1の分も含めるといくついるんだ？残り400くらい、420くらいいるのか。まあなので強化が終わったら球体にでも行こうかな。ここはセーフゾーン内なので、まあゆっくり石を叩いていきましょう。ここから球体の頂上見えるけど、武器ボックス湧いてるかわかんねえな。すげえ白石湧いてんな、この辺。とりあえず白石が2381集まったので、これで木強化の部分を石強化にできるか。そしてこの崖を登ると。なんだろうな、今回のサバイバルは結構平和そうかな？なんかこうマイペースに進められそうではありますね。さあ早速強化していきましょう。よし。間違えてこのハンマー持ってきてしまったんですが、球体登ろうかなと思います。まあ、そしてこの球体の下のね、ドラム缶割って、まあ、提出燃料も確保しておきたい。あれ？全然ドラム缶湧いてないぞ。これは誰かが割りに来てる。一つだけあるね。誰かが回った後なのか。まあ、少しではありますが、原油燃やしておきたいと思います。ああ、でも箱は湧いてるな。さあ、わら箱開けて、セミオート本体。あれ？原油のドラム缶湧いてるけど。俺が来たタイミングでは湧いてなかったけどな。ああ、でもこれ箱も微妙だね。ここのわら箱ないし、すべては湧いてないっぽいね。だから20分前ぐらいに誰かがここを漁りに来たのかな。まあ今じゃなくてよかった、ほんと。敵と鉢合わせになってたら絶対銃持ちだしな。え？待って待って、なんだ？捨ててやるぞ。酸素ボンベが捨ててやる。なんだこの後。おいおい、またなんか捨ててやれ。大きな看板捨ててやれ。いや、でも敵が来てたのは20分前だろ。勝手な推理だけどな。てか待てよ、上の武器ボックス湧いてねえじゃん。巨大な看板。いや、湧いてるわ。俺何かに踊らされてるぞ。お、セミオートライフル。熱い。二つ目。撃つ。三つ目。ほう、ライフル本体と。大きな採水器やレシピあると思う。ここ球体なんだけど周りに拠点がないね。あそこが自分の拠点なので、画質低く設定してるから見えてないだけなのか。それではラスト常勤。これはいいね。展開的にかなり熱いな。これ普通にレシピワイプされてた場合、1パート目でセミライの現物だろ。そんな展開だったら超激アツだったけどね。さあ提出回収して分解しにセーフゾーン行きたいと思います。まあ、部品系も全て分解してスクラップに変えようかな。出た、イースターエッグハンド来たぞ。これがイースターイベントっすね。でも俺分解してっからな。まあ、その後分解し終わってですね、イースターハントイベント参加することなく拠点ついたんですけれども、まあ、今のところですね、スクラップが362集まってます。まあ、ワークベンチレベル1とレベル2合計でスクラップ550いるので、まあ、まだもうちょっとスクラップ欲しいですね。そしてかまどをクラフトできたので、まあ、金属の鉱石も燃やそうかなと思います。まあ、いろいろしてたら夜になってしまったんですけれども、やっぱりこうスクラップ多く集めれるのは施設ということで、今ですね、拠点に緑のキーカードしかなくて、青のキーカードをですね、手に入れるために、今から、パラボラを回りに行こうかなと思います。ということで、パラボラつきました。わら箱は湧いてねえかな、これ。暗いですけれども、上がっていきましょう。あるね。椅子。ちょうど夜が明けてくる感じですね。漁られてる感じはないかな。ほう、歯車。わら箱開けて、防護スーツ。ということで、ヒューズを入れて、点火しまして、キーカードを通し、青のキーカード無事ゲット。わら箱は、鉄パイプと、鉄パイプ。ヒューズも回収しちゃいましょうか。これ、ヘリコプター近づいてきてる感じか？これら分解してスクラップどれぐらいいくかだな。さあ、すべて分解し終わって、スクラップは141ですね。ん？なんか誰かいるな。狼ヘッドがいる。
え、エルクロ持ってる。羨ましいな、こいつ。まあ、拠点にスクラップ141を持って帰って、合計550になるかだな。ということで、拠点に戻ってきたんですけれども、スクラップ合計519。さあ、また分解のためにセーフゾーンやってきました。これでスクラップ60は手に入るので、まあ、このね、スクラップ60を合わせれば、レベル1とレベル2ベンチはね、クラフトできそうですね。では、まずワークベンチレベル1、クラフトしたいと思います。レベル1ベンチクラフトできたので、この辺に設置したいと思います。まあ、どうせこれね、またすぐ壊すんで、まあ、仮設置ですね。そしてワークベンチレベル2、クラフトしたいと思います。まあ、これクラフトしてる最中にレベル1ベンチはぶっ壊しちゃいましょう。よし。無事2ベンチクラフトできました。まあ、このね、レベル2ベンチはここの空間じゃない場所に設置したいので、まあ、次回までにね、増築して設置しておきたいと思います。まあ、次回はレベル3ベンチのクラフトと、まあ、行けたらね、拠点抜きなんかももう早速行っちゃいたいと思います。結構ね、近所に抜きやすそうな拠点がいくつもあるので、なので次回までにがっつりやり込んで、資材等も集めておければなと思います。ではまた次回のパートでお会いしましょう。じゃ。え？あ、落ちた。一回。お、来た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 。あぶねえ。うわぁ。これはダメだ。